ツルッツルのタイヤバーストする前に交換じゃい。材料、工賃合わせて税込み22,000円は即決。タイヤ交換見学させてもらいました。車が持ち上がったね。これで作業やりやすそう。まずはタイヤの空気を抜いて。よくわからんフックみたいな材料を取り外して、強制的に空気を放出。機械って便利じゃね。今からタイヤをホイールから外していく作業です。昔は手作業で外していたらしい。そりゃ大変じゃね。綺麗にタイヤが取れていく。30年生きてきて初めて見る光景。すごい、あっという間に取り外し完了。この空気入れる箇所もタイヤ交換の際やってくれるの皆さん知ってましたか？ここ劣化するらしいので、タイヤ交換時取り替え必須らしいです。世の中知らないことだらけですね。新品タイヤの登場です。タイヤを取り付けしていきますよ。作業風景って見ていて楽しいですよね。ぐんぐんタイヤがホイールに収まっていきますね。綺麗に入った。すごい。最後に空気を注入。ポップコーンみたいに弾ける感面白い。タイヤ取り付けして作業完了かな。住宅リフォーム工事の時も思うのですが、機械や工具に本当に感謝ですね。最後は人の手で大切な作業。バッチリ交換完了。本当にありがとうございました。これで明日からもガンガン走れます。